はい、皆さん、こんにちは、こんばんは、ピコ次郎です。先ほど地震がありましたね。令和3年のですね、2月6日14時13分頃、地震があったところです。はい、今日ですね、結構大きな地震だったということですね。千葉県のですね、北西部ですね、推定最大震度3の地震が発生しましたということですね。はい、まあ最近地震がちょっと多いですからね、神奈川でもね、異臭騒ぎがね、結構ありまして、これね、大きな地震が来ると言われています。直下型地震。さらにはですね、まあ、南海トラフとかね、皆さんお気をつけください。ちょっと詳細言いますとね、発生時刻はですね、2021年の2月6日14時10分頃ですね。はい、今日の昼ですね。そしてですね、震源地がですね、千葉県北西部。はい。まあ、最大震度が3ですね。震度3です。はい。地震の規模がですね、マグネチュード 4.6、地震の深さがね、約60キロということです。はい。この、地震によるですね、津波の心配はないということなんですけどもね。はい。まあ、ちょっとね、異臭騒ぎがね、またありますんでね、その、横浜っていうかね、神奈川とかね、千葉県でもなんかちょっと気なく、匂いがするとかっていうのがあったみたいですね。まあ、皆さんもご存知だと思いますけどね、まあ、千葉県でですね、九十九里の方で、ね、ハマグリがね、10キロにわたって打ち上げられましたよね。まあ何かね、これ大きな地震が起こるんではないかと言われております。はい。なのでね、皆さんお気をつけください。ね。まあ、備えあれば憂いなしですからね。はい。最新情報、ためになる情報ね、配信していきますので、よかったらチャンネル登録、グッドボタンなどお願いします。それでは、バイバイ。